河内氏は、かつて、大阪府にあった市、現在の東大阪市中部にあたる。1955年1月15日に、中河内郡、和歌江村、玉川町、立町、間村、美濃村、村が合併し、大阪府下で20番目に市政を施行して、河内氏が誕生した。市役所は、現在の東大阪市稲葉1丁目に置かれていた。 1955年2月1日、旧美濃豪村地域の内福満寺地区と上野島地区が当市から八尾市へ編入された。1967年2月1日に伏せ市、平岡市と合併して東大阪市となり、和歌岩田駅近くにあった旧河内市役所は東大阪市役所となったが、その後後本駅付近に移転した。 旧市域は概ね大阪中央環状線の東から、恩地川付近にあたる。市名は、河内国に由来。立津町の内旧東六号村、間村、美濃郷村は加えて、河内郡の旧郡域でもあるが、他は和江郡の旧郡域となる。大阪府の代名詞である石化線のうち最初に、旧国名をそのまま名乗る市として誕生したが、12年という、短命に終わった。 つまり、1956年9月1日に、泉市、1966年11月1日に、摂津市が誕生し、当市が消滅するまでのわずか3ヶ月間ではあるが、石火線3市が揃っていた時期がある。旧市役所の建物は、合併後も35年の長きにわたり、東大阪市役所として使用され、手狭となっては増改築を繰り返し、2003年の、 アラボンへの紳士役所移転時にその使命を全うした。現在でも警察と郵便は旧市域を管轄している。ありがとうございます。